赤ちゃんはね、おお、いいんじゃないのこれ。あとはね、右でしないように、ばらさないように。これ一匹を求めて3000里、北で福井県。これを釣り上げれば仕事が終わって僕はホテルに帰って眠りにつけるかもしれない。でも全然上がってこないね君。ゆっくりね、やんわりとね、やんわりとね、ちょっと締めてもいいかな。おお、や、君ずっと行くね。あんまりポンピングするとね、イカはバレちゃうから。いいね。食ったのは全然浅いよ、40m ぐらい。40m ぐらい、うん。まあ、あの最初に落として最中にふっと一回止まって合わせたんだけど乗んなくて、もう一回あの出してって 10m ぐらい出したところでまた止まって。結構いい方だと思います。いきますね。マグロの図が始まってます。いい感じですね。これイカ釣りですよ。はいはい。イカですよこれ。スーパーに入って、これイカんぜよってやつですね。イカんぜよ。おー、いいね。いきますね。もう40m ぐらいこう行ってますよ。もう40出ました。もうあの長丁場なのでよく、はい、やってください。こう今までこう何もなかった。今回はその一匹も何もなくね、えその状態からやっとファイトが始まっております。かけたところからすでに 40m 以上糸が出ていきました。ドラグマ比較的ルーズにはなっておりますが、気持ち先ほど締めました。1メーター2メーター2メーター巻いては再び出され、一つずつのこう目印みたいなのがあると思うんですが、それが1メーターなんです。ドラグを滑りながら巻いてますんで、一気に、ま、は負けてないです。こう白っぽいなんかちょこちょこっとこう線がついてるようなところまた出されます。1メーター巻きました。黄色いところが5メーターの印です。また次の黄色が来ると5メーターです。少しずつ今度上がってきました。上がってきました。5メーター上がりました。また次の黄色が来ると5メーターです。いや、イカ君も少しずつ疲れてきたみたいでございます。5メーター上がりました。静かにその時を待ちます。徐々に上がってきます。そーっとばらさないよ
に再び5メーター。あのダイオウイカの赤ちゃん、いやいや本当は種類が違いますね。よいしょ。結構こちらの方ではですね、このタルイカと言われるイカがですね、結構皆さん楽しんでるんですよ。今日は僕もその楽しみの一つに入れてもらっております。おお、もう先ほどちょうどねヒットしたあたりのところまで巻いてきました。ロットは今635、10キロ15キロの分量上げるロットでございます。ステラ5000の XG に6000番のスプールを巻いております。ソルトマックス3号です。 PEまあ、ここまでゆっくりやるんで2号でも多分いけると思います。いや2号でいけます。リーダーは50ポンドをつけてまいりました。ナイロンの50です。ソルトマックス。全然弱まんないね。番組冒頭で言ったと思いますが、今回は一本を求めてやってまいりましたからね。一本を求めてっていうのはですね、要するに一本かけるとこんなに時間がかかるということです。そうです、これです、これです、皆さんこれです、これです、これです。さっきから青のところもここまで来てるんですが、おお、今一瞬軽くなってびっくりした。青のところからですね上に上がってきてくれません。お、ついに青が巻き込んだ。いやこれをね釣るということで去年ねこの時期に来ようとしたらもう日本海は大荒れですということでできなくなりました。船長が一番どうなっちゃうんだろう今年っていうぐらいになったと思います。もうすでに9月ぐらいからですね、この日を求めて、2点3点4点しました。そして今回、まあ、天候の、ね、関係で台風が来ちゃったり、ね、大変なことが起こりながらダイブス様はそれでも行こう行こうと言い続け、俺的には半分諦めておりました。今年もできないんじゃないのっていうような感じでしたが、今日は結構まあまあ風はあったんですが、少しぐらい荒れてる時の方がイカは釣れるよ。ただ月が出ておりまして、この月夜は船長的にはあの月が邪魔なんだよねっていう感じだったんですが、ついに仕留めてしまいます。仕留めようとしております。
ここでバラしてなるものか。いよいよ黄色一色巻き上げたところにほんのちょこっとブルーが残ってて、あとはリーダーでございます。こんなに引くとは思いませんでした。まもなくご対面できるかもしれません。ラストのブルーです。これはほんのちょっとしかありません。リーダーは約3メーター。リーダーが参りました。リーダーを巻き込み始めました。暗くて見えません。見えてまいりました。再び走っていきました。すごい墨だらけです。これ水面が再び青いところまで行きました。おー、魚種格闘技戦、まだ格闘しております。レンズがすごいことになってます。いやーやり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 ー、ちょー、見てこれ、バケモンです。君はバケモンじゃありません。いや、違う意味でのバケモンです。ねえ、すんげー、何ですかこれ。いやー、これデカデカでしょ、これ。ああ、ほら低いに決まってるよ。ね、大変だよ。一度みんなもやりに来た方がいいよ、これ。一本のね、価値がすごいよ。普通のイカ300本釣るのと同じくらい価値ある。ちょっとです。簡単です。いや、色いい色だね。どうやって釣ったのか、どうしたら釣れるのか知りたい方は釣りビジョンクラブをチェック。クラブ会員にはもっと釣りが楽しくなるスペシャルな特典が盛りだくさん。釣りビジョンクラブ。